山口方言または山口弁は山口県で使用されている日本語の方言である。方言区画上の分類としては中国方言のうち広島県西部方言や島根県西部方言とともに西中国方言に属するとされる。また中国地方南部に分布する山陽方言に分類されることもある。傍聴方言、聴州方言、傍聴弁、 山口言葉、萩言葉などとも言う。新下の関駅前にて、山口方言は、中国方言に属すが、県西部を中心として、九州方言との関係も認められ、語彙や音便などの面で、北九州方言との共通点が多い。そのため、県西部の長戸方言は、中国方言と九州方言の境界域方言と言われることもある。また、山口方言は、 他地域に比べると、域内の方言差が小さい。これは、江戸時代に、長州藩が山口県域のほとんどを支配し、残りの地域も長州藩の市藩に収められ、域内の一体性が強く保たれたためと考えられている。長州藩の発祥地である秋田方の吉田方言と、萩城下町の方言との間には、多くの類似点が残存することも判明している。 山口方言の特徴は、にゃん、ちー、チューの猫とネズミの鳴き声で表現されるように、レンボインの融合と陽音化が非常に多い点にある。アクセントは、東京式アクセントであり、音音も含め、東京を中心とする共通語との類似性が高い。文法面では、狩る、死ぬるなど、共通語と異なる動詞の活用、継続と結果を区別する。 アスペクト表現、修助詞、大茶や、順体上詞、祖、穂の成功、敬語表現の発達などといった特徴が見られる。山口方言は、域内の方言差が小さいとされるが、音韻アクセント、文法、語彙を詳細に観察すると、いくつかの方言区画に分けることができる。これまでに提示された方言区画には、旧須王国域と、 旧長戸国域に大きく2分する2区分法と、県東部、県中部、県西部に分ける3区分法がある。いずれも明確な根拠に基づいた、方言区画であり、妥当な区画法であるとされている。山口方言を、総合的に俯瞰すると、諏訪地域と長戸地域との間に、大きな方言差が認められる。さらに、旧藩、裁判の区域を単位とした。 方言区画を設定することができる。二区分法に対して特に語彙分布に着目し3つの大きな方言区画を設定するのが3区分法である。方言の語彙は河川流域に応じて分布する傾向があるためこの3区分法では河川流域に特に着目している。中部方言と西部方言がそれぞれ瀬戸内海から 日本海まで南北を縦断して分布しているように山口方言は南北の方言差が小さく東西の方言差がより大きい。域内に南北交通を困難にさせるような地理的障壁はなく旧国会や旧半会などの政治的境界の方が交通上の障壁になったからだと考えられている。また山口県内の主要河川の多くは 南北方向に流れており、流域に沿った生活圏が形成されていたことも南北の方言差が小さい理由ではないかとされている。山口方言の音声は共通語に比較的近いとされ、山口方言に特徴的な発音はあまり見られない。音韻もまた共通語との類似性が高い。時事図図の4つかなの区別は存在しない。 主な特徴は次の通りである。山口方言の語アクセントは、共通語などと同じ、中林東京式アクセントに分類されるが、独特のアクセントを持つものもある。人名の山田や松田などは、共通語では伊藤と同じように平板型の発音であるが、山口方言では加藤と同じように、第一音にアクセントを置いて発音する。また、山口県や、 山口氏などという場合には、共通語と同様の発音であるが、単に、山口という場合に、山口と第一音にアクセントを置いて発音すると、山口氏を指す。同様に、岩国を岩国という。普通名詞では、先生、のり、りなど、第一音にアクセントを置いて発音する例が多く、見られる。文アクセントは、あります、フリマスのように一音節が高くなって、 あとは加工調となる傾向が見られ、山口式文アクセントと呼ばれている。ただし、下関、豊浦方言ではその傾向は弱い。なお、八代島は、内輪東京式アクセントである。山口方言の動詞の活用は、共通語とほとんど差異はないが、若干、共通語と異なる活用をする動詞がある。山口方言の動詞活用の主な特徴は次の通り。 山口方言を大きく特徴づけている品種の一つが助動詞である。特徴的な助動詞のうち主要なものは次の通り。形容詞の活用にも共通語といくつかの差異がある。未然型は長かろう、または長いじゃろうとなる。特に旧長戸域では長いろうという形も見られる。連用型は共通語、長く引くなるに対して山口方言。 なごうからなると、うおんびんになる。家庭型は、共通語、ながけれひくばに対して、山口方言、ながけりやーと連母意に融合が起こる。また、ないについては、共通語、なければが、山口方言では、むけりから、やー、むけんにひくやー、むけらんにひくやー、ぶけらにひくやーとなる。山口方言の形容同士の活用には、邪活用と、 仮活用型特殊活用がある。山口方言で特徴的な福祉には次のものがある。山口方言に特徴的な女子及びその他の品種は多数あるが主要なものは次の通り。山口方言には多岐にわたる理言が存在するが主なものを挙げると次の通りである。日常的に使用される語彙の中には個語がそのまま残存している例がある。 周辺の広島弁や北九州弁と共通する語彙、また、西日本一帯で広く共通する語彙もあるため、以下は、必ずしも、山口方言特有の語彙だけではない。広島弁語彙や北九州弁語彙も参照のこと。この他の語については、山口方言の音声辞典などを参照されたい。下関地区では、方言が北九州の方言とほぼ同じであり、 また県内の他地域で使用されていても下関地区では通じない言葉も多い。以下のような利言が下関地区では使用されている。ありがとうございます。